本堂釈迦堂、オークス禅堂寺は、福岡県久留米市禅堂寺町にある、浄土宗大本山の寺院。県庁二年昇工商人の解散、筑後国史、草の永平の会期により創建されたという。当初光明寺と合していたが、憲法五年禅堂寺と改められ、浄土宗、鎮西予知の拠点となった。室町時代には陛下により消失したが、江戸時代初期に、 柳川藩主田中氏の家を得て復興された。元那2年に田中忠政により徳川家康を祭人とする東商言元,元宮が勘を受けされる。田中地区を主殿下人数並み事業に五百国六都語、増前同時とある。田中氏は無継ぐ断絶となり、地区五国が柳川藩と久留米藩に分割されると、久留米藩領に属すようになり、久留米藩主有馬氏の庇護を受け、 浄土宗の九州大本山として栄えた。現在も広大な境内に多くの江戸時代混流の道具が残る。2013年、法年商人五像が作られ、本堂に安置された。2016年、以前より古文書には書かれていたものの所在不明となっていた立花千代の墓が発見された。徳川美希にこの記事があると、日本歴史名体系はしている。千代姫墓を、 確認区用等文字に簡単の声くるめ、全同時強度開始で紹介柳川、有明新報2016年2月18日。ありがとうございます。